米駆逐艦が台湾海峡で航行の自由作戦を実施しました。7月28日のことです。今回、この航行の自由作戦の内容と第一列島線の意味も合わせて見ていきます。潮港の河口まで、今年は駆逐艦での作戦を実施しています。中国本土では、今、異例の事態へと向かっているのです。2021年8月2日、アメリカ海軍第7艦隊所属のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のベンフォールドが長崎県の佐世保へと入港を果たしたが、すっかり馴染みの艦もある台湾海峡通過を行った後の帰投だった。具体的には、先月の7月28日に、このベンフォールドは台湾海峡を航行の自由作戦を監視で通過しており、中国が軍事的な圧力を増加させている同海峡においても、アメリカは国際法にのっとって航行したと宣言している。今回のような台湾海峡での航行の自由作戦は、2021年1月20日に発足したアメリカの民主党、バイデン新政権下で通算7回目を数え、前共和党のトランプ政権より中国に親和性が高いとの見方を払拭する狙いもありそうだ。新型コロナウイルスや香港の民主化でもウイグル自治区等での人弾圧等の問題で中国政府の政策に関して少なくとも表面的には世界的な批判の声が聞こえる中でバイデン新政権もそのトレンドに沿っているように見える。ベンフォールドは神奈川県の横須賀を母港としており、所属するアメリカ海軍の第7艦隊司令部でも、同艦の今回の行動を自由で開かれたインド、太平洋航路をアメリカが堅持する姿勢だと強調している。例によって、中国はこうしたアメリカ海軍の行動そのものが地域の平和を脅かす挑発行為だと極めて激しく非難する声明を出しており、ベンフォールドの行動を逐次監視下に置いていたと述べ、対決姿勢を崩していない。中国は、事実上およそ70年以上、支配下にない台湾を自国領だと主張してやまず、直接的な武力行使を行うか否かは別としても、自国の版図に組み込むことを、自明の政策としており、近年の海洋進出の強化で既成事実しようとしている。現中国は、南シナ海方面には、九段線と呼ぶ、その 80% にも相当する空海域を、自国領だと一方的に宣言しており、当然、台湾を含む、フィリピン、ベトナム、インドネシア等々の国々と圧力を強めている。南シナ海は、現在、世界の物流のおよそ3分の1とも言われる物資が行き交う重要航路であり、中国の九段線の主張を受け入れるならば、事実上、世界経済に大きなダメージが生じるであろうことは、想像に難くない。また、こうした重要航路を中国が支配下に置くことの経済的な危険性以外に、直接的な軍事力の問題として、海南島に基地を置く中国の戦略型原子力潜水艦が、同海域に進出することで搭載する SLBM による核攻撃の可能性をも高めてしまう。これは中国沿岸部の黄海や東シナ海は水深が浅く、こうした戦略型潜水艦を潜ませることは困難なためであり、陸上以外で中国が核兵器の運用手段を多様化する上からも、南シナ海の覇権は中国の軍事戦略に必須といえる。そのため、アメリカは、南シナ海の制海権を中国海軍に握らせないことを最重視しており、今回のような、航行の自由作戦や、南シナ海での単独の軍事演習は、もちろん、日本を含む周辺各国との合同軍事演習を敢行している。こうした状況下で、2021年5月に、
母国イギリスを出航した航空母艦、クイーン・エリザベスらの空母打撃群も、南シナ海での合同軍事演習を予定しており、遥か、遠くのヨーロッパからの同艦の派遣には、大きな注目が注がれている。航空母艦、クイーン・エリザベスらの空母打撃群には、イギリスだけでなくアメリカ、そしてオランダの艦艇も含まれており、その意味でもアルタネ NATO 加盟国の参加という、政治的な側面が大きいことが見て取れる。ただし、個人的には、あくまでも、南シナ海における中国への牽制は、その最大の目的とも言える、同国の戦略型原子力潜水艦の封じ込めが重要であり、日本をはじめとする、周辺国が、攻撃型潜水艦を同海域に進出させる能力を得ることだろう。日本政府は、すでに15年以上前から、南シナ海に海上自衛隊の潜水艦を派遣して、軍事演習を敢行してきたと公表しているが、この異例の公表も、こうした南シナ海における中国の制海権の確立を否定するべく、あえて行われたと考えられる。現状では、南シナ海に攻撃型潜水艦を送り込める能力を獲得しているのは、せいぜい、日本とアメリカくらいではあるが、台湾が潜水艦の自主建造を開始したことで、その一番艦は、早ければ2025年前後にそこに加わってくる可能性もある。また、インドネシアも韓国からドイツの209型潜水艦のライセンス生産艦をナーガパーサ級として3隻保有しており、今年不幸な沈没事故に見舞われたナンガラ級の残り1隻を含めれば、都合4隻の潜水艦戦力を有している。インドネシアは、ナーガパーサ級を3隻追加する韓国との契約は、宝具にする模様で、小取引として見た場合に、決して、手放しで褒められた存在ではないと思えるが、対中国という観点からは、こちら側につけておきたい国だろう。また、最近では、潜水艦自体を保有していないフィリピンが、導入に意欲を見せており、こちらも、どれだけ政治的に信用してよいのかの問題はあるが、フランスとスペインの共同開発である、スコルペヌ型の攻撃型潜水艦の導入が有力視されている。インドネシア、フィリピンともに、経済的、政治的には中国に近く、本来的な意味での、軍事的な中国包囲網に組み込むことにはリスクはあるだろうが、南シナ海の権益確保という観点からは部分的な協力を仰ぐことを考慮すべきかもしれない。中国軍側は日本の九州、沖縄から台湾そしてフィリピンに至るラインを第一列島線と規定しており、その内側を自国の海軍と空軍で制海権および制空権を確保して、アメリカの軍事的影響力を排除する方針を明らかにしている。ここからは、自国領だと、強弁を続ける台湾はもとより、尖閣諸島や沖縄などの日本やフィリピンに対して、中国自体が、どのような意図を持って接しているのかは、非常に明白だと言わざるを得ないだろう。中国の中期的な目標は、この、第一、列島線内の他国を中国軍の支配下においてアメリカの軍事力を駆逐することにあり、そのために尖閣諸島や台湾海峡、そしてスプラトリー諸島の領有を既成事実化しようとしている。その次には中国は第二列島線を引いており、これはさらに、第一列島線の東側にあたり、日本の伊豆、小笠原諸島から、アメリカのグアム、サイパン、そしてパプアニューギニアに至るラインであり、本格的な太平洋進出を目指すものだ。中国の海軍力の増強は、これら、第一列島線、および第二列島線への支配地域の拡大と、
それに伴う制海権及び制空権の確保のために行われており、本来、地政学的にも大陸国家である同国が海洋国家のアメリカに対抗しようとする戦略に基づいている。現在の中国の学校教育では、中国最後の王朝である清朝に朝貢していた東南アジアのほぼ全域及び朝鮮半島、そして沖縄までを外国に侵略された固有の領土と定義しており、現在にその半島を復活させる意図を隠していない。日本にとって幸いなことは、中国軍が念頭に置いていた第一列島線の確立は2010年前後、第二列島線はその後の2020年前後と唱えられていた状態が、いずれも予定通りには運んでおらず、まだ抵抗の余地が残されていることだろう。つい先日の2021年8月初旬、日本の防衛省では、2022年3月までに、沖縄の石垣島に、陸上自衛隊の地対艦、及び地対空ミサイルを装備する部隊の配備を決定したと報じられ、中国の第一列島線構想を抑止する方策として期待される。